久保さん、剣の抜き方 <laughs>、いいんじゃないですか <laughs>。様になってんじゃないですか。こう、剣術、剣術っていう YouTube やってる人いるでしょうね。ちょっと調べてみましょうか。剣術。ああ、剣術究。究極のカウンター剣術34万回 <laughs>。相手のき刀をすり抜ける200万回。 ガチの剣術20万回。いや、久保さん、いいとこ目つけましたね <laughs>。剣術。これあれじゃないですか、久保さん。英語圏、ね、英語圏でやってる人もいるな。これ300万回回してるな。これ英語圏、いいじゃないですか。英語で。英語でやってる人いますよ。いいじゃないですか、え、ねえ、剣術、英語で。 回せんじゃないですかまあほんとね今ねありとあらゆるもの昔はね YouTube ってやっぱ子供向けコンテンツばっかだったんですよだけど今はあのー、大人向けコンテンツがすごく増えていろんなもうないもうジャンルない全部だって検実調べても今ありますしね何百万回再生されてるのもあるわけじゃないですかでさっきね僕動画撮ってたんですけど 今回、アリで稼ぐっていうね、アリで稼ぐにしましょうか。アリジャムさんっていうね、サイトは、あの、YouTube チャンネルがあるんですけど、アリとゴキブリの戦いとかね、まあ、とりあえずアリなんですけど、それで稼いですよね <laughs>。アリですよ。で、そのアリ、さっき動画でってちょっと紹介したのが、アリが好きな食べ物みたいな。それ27万回ぐらい回してそすよ。アリが好きな食べ物知ってどうすんねんみたいなね。なんか、仕事に生きんのかみたいなね。 まあ、アリを研究してる人はどうなのかな <laughs> どうすかねアリが好きな食べ物を知って、今の収入が上がります今の問題解決できます何も多分、年金の問題解決できますかまあまあできないですよね <laughs>。でも、アリの好きな食べ物動画をアップロードして、お金を稼ぐっていうね。何なんですかね <laughs> そう。アリですよ。うん でも稼げます、はい、だからやってないはもはやもう無理ですねいってらっしゃい。